はインタビューよろしくお願いします。じゃあお名前とお仕事を教えてください。はい、香形拓司です。はいはい、仕事はですね、インターネットのウェブマーケティングになります。ウェブマーケティング、はい、ありがとうございます。はい、ではですね、香形さんにちょっとお伺いしたいんですけども、はい、学校に入られる前どんなことで悩まれてましたか？そうですね、インターネットのマーケティングってすごくなんていうかな、一般的には少し怪しいようなイメージを持たれている人が多いんですね。でなかなかそういうところで、商品を紹介してもすぐ買ってくれないとか、そういうのが続いたので、実際に買われて、買う場合ですね、実際買う場合はどういう人たちが買ってくれるんだろうっていうところを実際商売人の人たちに見てほしかった。はい、なるほどなるほど。はい、結構その学校が店舗集客の学校ではあるんですけども、はい、こうウェブマーケターさんがとしてこうやっぱその辺、はい、入りたいなと思ったのはやっぱそのあたりですかね。そうですね、はい、うんうん、ありがとうございます。で、まあ、最初オンラインで入られて、はい、でその後学校に入学しっかりされたような状態だと思うんですけども、はい、まあ、きっかけというかこう学校にちゃんと来ようと思ったのはどのあたりだったんですかね、最終的なきっかけ。はい、最終的なきっかけですか。うん、オンラインってパソコンの中でしかこの学校の空気感は感じられないんですよね。はい、で見れば見るほど空気感を感じなきゃいけない気持ちになってきたわけですね。で実際そこに行って本当で肌感覚で確かめたこと以外は結局のところ何も分かってない自分自身がこう生まれてきたっていうことですね。うん、それを感じたからです。なるほど、はい、OK、ありがとうございます。で、まあ、最初動画で見られて、でその後先生生で見られて、はい、どうでしょう、印象どうでしたか。面白かったですね。面白かった。その言葉の使い方、うん、その表情の変え方ってやっぱ生だと全然違うわけですね。でやっぱりパソコンの向こう側と現場にいるもの、うん、全然違うものを見てるライブ感もあったし、うん、すごく面白かったですね。なるほど、はい、なるほど。はい、でどうでしょう、実際学校に入られて、うん、でさ、まあ、とりあえずプロフェッサーの方までね、はい、最初から入られたんですけど、はい、どうでしょう、こう半年間の結果ってどんな感じか、うん、ちょっと簡単に教えてもらっていいですか。はい、ですね、一番大きいのは高額商品が売れたことなんですよ。例えば高額商品といくらぐらいの。高額商品はですね、いくつか売れたんですけど、はい、30万円が3本、はい、70万円が1本、あと120万円が1本、はい、はあ、すごい。それはあれ、今までは売れてなかった商品ってことですか。高額商品っていうものを設定してなかったんですよ。ああ、なるほど。それが売れたのがまず衝撃。そうですね、売れるんだなと。お結果売れるもんなんだなと。なるほど、はい、なるほど。ってことはこう今までのこう最高売上とかもこう出されたような状態ですか。はい、そうですね、余裕で更新しました。余裕で更新、はい、前年比で一番こう差があった時でどれぐらい。差があった時はですね、一番低くてですね、100万ぐらいの月があったんですけど、400万ぐらいまで来ましたね。4倍ぐらいは行きましたね。すごいですね、はい、なるほどなるほど。ではですね、まあ、今もうウェブマーケターさんだったりも結構見てると思いますし、はいはい、まあ、ご自身でいろいろやりたいっていう方とかも多いと思うんですけども、はい、まあ、そんな感じで家でこう迷われてる方とか、はい、そんな方にメッセージがあればお願いします。はい、もしウェブマーケティングだけで、商売を完結させようと思ったら、ちょっとこれからの時代は少しきついかもしれないので、うん、現場に行ってその人たちの、気持ちだったりとか、あとは本当に商売をやっている人たちの、うん、売り方ですね、うん、っていうのを体感してもらうと、これ今以上に売れていくと思うので、はい、ぜひ頑張って体験してもらいたいと思いますね。はい、はい、じゃあ香形さん、インタビューどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。